ミルクサッカーアカデミー高校サッカー選手権特集今回は神奈川県代表日大藤沢高校でございます,おめ,いますおめでとうございますおめでとうございます井上真と申しますノーミルク佐藤ですはい今日もプロサッカー出たまんの先生にですねいろんな表を作っていただいておりますこちらどんでました詳しい表の見方は上の動画に任せてございますということでさあ この学校のですね見どころ楽しみ方教えてください先生お願いしますはいよろしくお願いしますまあ日大藤沢高校はあの西川純選手をするまあ東高学園我々もねこの右上に書いてあったでカードのところから激戦を制してのはい表の見方シリーズでも使わさせていただく東高学園をえ破った高校なんて言い方されると思うんですけど古い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 ぬるいぬるいこの言い方はどういうことですかこのチームは超強いんです実はは そね今日は詳しくそうなんです、うん、これで一つ一個覚えてもらいたい大会があります大<会>選手権、うん、そしてインターハイ、はい、ま,あまたは国体とか、えー、あとはじゃあ代表とかになってくると、うんえー、いわゆる u 1 7ワールドカップってものがあったりとか高校年代だとね。はいはい、あとは もしくはクラブユースだとそのクラブユース選手権なんていものが大体大きい大会になってくるんですけどなかなか当てられないんですがあんまりこう焦点当てられないんですがもう一個全国大会っていうものが存在しましていわゆるルーキーリーキリグといいうものが存在されます<ー>いわゆる高校1年生たちだけでやる大会っていうものが実はリーグ戦みたいなのがありましてですあ、まあ、トーナメントみたいなのがありまして現日大藤沢の高校3年生メンバーは、はい。 1> 1年次に全国取って、ねえー、そうなんだ。ってことは順当に上がってくれば3年時ってそりゃそうなんですよよく考えてみたら。だから現状の例えばフォワードの平田選手だったりボランチの上村選手だったりなんていうのはその時のメンバーでもあったりするのでまあそうだよねということにはなってくるわけですよ。 なんか今までこんな形のクリスマスツリー型って見てないですよね。うん、いなというこういう形をやってくるんです。でこの4321型ってただ唯一一個問題があるとすれば。 斜めからのカットインに弱いんですよサイドバックとボランチの間のところに入られるとちょっと弱いっていうのがあったりするんですけどこの地はもともとそれが弱いってものを分かっていながら採用してるのでサイドバックとボランチで挟み込んでどうにか相手のせいのカットインしてくるやつらをもうダッとこう投げ払っていくってことはもう分かってるとかそれを一つのもう自分たちの守備のプランの中に組み込んでやってるってところがあったりします。でこのの大富士高校まずは守備の方から見ていいきたたんんですけどどそんな先ほども言った3年生メンバー 青木駿選手、うんはい、彼はね本当に統率力に優れていて、うん、人格者なんですよどれぐらい人格者かってもう日大富士山の監督コーチたちがいや本当に青木すまんありがとう。 「うん、てかお前そこまでできんの?<ー>」ともう監督コーチたちが頭下がるぐらいのレベルまで統率してててくれてるってレベルなんですよ高校3年生だからもう監督たちが言ってるのは人間でこここまでできるのかっていいうぐらいこれ同じようにあの実際に例えばえ湘南ベルマーレの斉藤光希選手だったりだとか今京都三岸にいる福岡新平選手なんかももともと代表の監督たちか,たちから「お前そこまでできんの?」なんてこう言われてきてるメンバーだったりするんですけどやっぱり一チームの中でそういう人ってね現れてくる ししっかりてそうですねうんうんだから彼が後ろでしっかり全体見守ってくれてるからこそセンターバックのコンビである宮川選手はもう空中戦制して頭で勝って地上戦って体張ってなんてことができるしサイドバックえ左側の吉本選手はもう足元クロスターとかにたけていて右サイド側岡田麗選手に関してはスプリントで前線までガーッと走っていったりだとかオーバーラップがうまい選手だっていうことになるんですよ。そしてこの チームやっぱり4三3一2 1で特殊なフォーメーションをやっている以上気になるのはやっぱり3ボランチこの中盤の3人が1つキーマンになってくるんですけどその中で一番のキーマンがなんと1年生1年生のボランチのセンター木手選ななんんでですす年生かサッカー脳に優れてもいるんですからその脳の隣時ってありますこれね本当に何人かしてかいないんですよ。 日本で言ったら皆さん知ってる名前で言うと鎌田大地選手ドイツのねフランクフルトにいますけど彼ぐらいじゃないかな久しぶりに見ました。時を操ってくるんですはあ で、そりゃ未来,から、ね、来た本当は三年生ってこととかじゃないですね。かもしれませんが。ああ、ごめんなさい、間違えちゃった。はいはいはい。はい。あの植木選手の場合は。はい、隣のクラスのチームなっちゃいました、ね。<laughs> 自分がボールを持ってる段階から、うん、誰がどこにどう行くのかっていうのとか。もしくは自分がいわゆる止まることができるんですね。はいはいはい。止めて、自分がボールを止めたら、やっぱり相手選手がこう懐に飛び込んできたりもするから。うん そこでそうするとスペースが空く植村さんがそこにきっと入ってくれるだろうなっていう風うに他の選手の味方のプレイヤーの次の1手2手の動作を生み出す時間の魔術師なるほどねちょっと先の未来の絵が見えたりするタイプってことねそうなんです、うん、これだから 特にペナルティーエリア付近でそういうことができる選手のことを、昔はね。ファンタジスタなんても呼ばれていましたが、超レジスタタイプの。選手だったりするんだ。はい、思います。<ー>で、その中でも、この年代の中で、今でこそ、そこ、西、三年生いたら西川淳太。はい、ええー、染の五木だ、なに、いろんな名前出てたりしますけど。実は、この世代、一番最初、そのやっぱり、全国を取った、ルーキー、全国を取ったっていう時には。この世代の高校年代のトップと言われ、交代ライントップと言われていたのが。上 上村博人選手なんですね左のはいはい もう,技術がも,うもう彼のもう卓越した技術ってのがもう本当にどここまでこう努力してきたっていう選手たちの中でもトップクラスって言われていて J1 クラブが目をつけてるレベルだったんですずっと。ただどうやら現状だとちょっとまだないのかな大学行くのかなって感じでなってたりしますが彼はそのボランチ的な能力トッ,プしてきなトップした的な能力だけじゃなくサイドから駆け上がってクロスだとかチャンスメイク縦のトップはいろんなことができたりするので彼をまあ今年大学からプロ,プロ行けなかったとしても大学踏まえた上で A1 どこが獲得するんだかそれにもちょっと注目だなと思います、うん、必ずそこの辺には出てくる選手じゃないかという,です、ね、そ,うですそしてあとは、はいえーま、トップ下とか2列目の選手,選手たちを生かすための最前線、うん、平田直樹選手、はい、もうポストプレーが上手い1 8 2センチの選手ではあるんですが、うん、特にこの上村選手平田選手あたりはそのルーキーリーグあたりからもずっとチームで出てきてる選手になるので、うん、やっぱり人一,一倍このチームで優勝するんだっていう思いは強いんじゃないかなと。な いうことになっております。うん、はい。その選手たちが1月2日広島南 V.S. のそのことになります、うん。楽しみですね。はい。ちょっろんな特徴がこう、はい、話していただきますとより楽しみになりますね。ありがとうございます。見どころはっきりわかりましたんで。はい。はい。ぜひあの注目したいと思います。注目してください。ね 見守ってこう未来までねこう見続けていきたい選手が生まれるといいななんて思っておりますので、はい、1>, はい1月2日ぜひ頑張っていただきたいなと思います頑張ってくださいはい先生ありがとうございましたミルクサッカーアカデミーはねサッカーチャンネルということでございます、はい、毎朝えサッカーの情報を届けております、はい、ぜひねチャンネル登録をよろしくお願いします月曜日は毎週9時からえライブ配信劇場ライブも月1回やってます詳しくは概要欄ご覧ください,さいということで井上真でした能見久斗でした今日もありがとうございました日大藤沢高校頑張ってください頑張ってください